今日も本当に先ほどまで今も飲まれているのかな。いやもう今飲んできたんですよちょうど。だからつながりが悪かったのかもしれない。ちょっと待ってね、これ Wi-Fi がダメなのか、橋本くんの邪魔なのか、ちょっと今チェックしてみますね。なんかもう本当アクシデント続きで申し訳ございません。いやもう椎名さんのファンの皆さん本当に申し訳ないです。北陸を代表するかまぼこ専門店の河内屋、まあ代表するっていうなんかおこがましいんですけども、まああの北陸でかまぼこ専門店として頑張っております、うん、まあ一応早くかまぼこ屋さんとして EC 通販に取り組んだっていうお話をお聞きしたんですけど、96年97年ぐらいかな、たまたまそこにこうインターネットっていうものが出てきて、田舎にいながらにして東京の情報がすぐ得られるっていうかね、情報発信ができるみたいな、まあそういう自分のハンデを克服できる武器がなんか目の前に降ってきたっていう感じで、インターネットきっかけだったんですね。インターネットにのめり込んでったっていうのがきっかけなんですね。だからね、当時はドメインも取り放題で、当社のドメインは実はかまぼこドメインなんですよ。かまぼこ .co.jp なんで。まあよく農業とかであれば後継者問題とかっていうのがよく問われてると思うんですけど、うん、かまぼこ業界も全く一緒で、全国に2200社あったかまぼこ屋が今700社ぐらいですかね。で、富山県も62、3社あったかまぼこ屋が今20社ちょっとじゃないですかね。今回さっきも見せたんですが、この坊主シリーズ、はい、ありがとうございます。本当めちゃくちゃ美味しかったです。全種類食べ比べして、このパッケージにリニューアルするときいろんな人から反対されたんだけど、そうなんですか、うん、結果的には大ヒットしましたね。河内さんがの、まあ、本当に支えになったような言葉、パワーフレーズをお聞きしたいんですけど、大事にしてきた言葉単語っていうのは覚悟と情熱っていうかね、うん、知らない土地に来て全く経路の違う仕事をするようになって、うん、いろんな人と出会って、まあ苦しいこともたくさんあったんですけども、もっと言うなら苗字を変えましたからね。やっぱりその物事なんか一つ一歩踏み進めるにしても、そこに覚悟はあるのかっていうことはいつも自分でチェックをしてるし、覚悟を決めて進んだからにはそこに情熱を持って進んでいかなければ結果は出ないしね、うん、